はい、皆さんこんにちは、ワナリングリビジです。では今回はハートオブアイアンホー現代モッドの続きをプレイしていきたいと思います。ここまで、東南アジアを占領下に置くという作戦を行ってきて、インドシナ半島、これはタイを除くインドシナ半島のベトナム、ラオス、カンボジア、これらを併合、さらにはフィリピンで、マレーシアに関しては傀儡国化させたというところまで進めていきました。でちょっとインドネシアと戦うにはね、ちょっとインドネシア島国なので少し面倒だというところもありますので、インドネシアとは戦わずに対中国戦を睨んだ作戦へと切り替えていきましょう。では早速続きをプレイしていきましょう。で対中国戦という意味ではですね、今対中国作戦として何を行っているかというと、まあ、アメリカとかに対しては関係の改善を外交政策として行っていて、中国に対しては一つはクーデターですね、これの画策、これを行っていますというところと、あとは対立する台湾、ここに対しては関係の改善、さらに中国が独立を保障している今話題の北朝鮮、これに対しては戦争を仕掛けるための正当化工作を行っているというところで、これが実は2028年までかかってしまうんですね。つまり約3年後、2028年1月まで2年後って言った方が近いですかね。これを目標にまずは軍事力の拡充、拡大、増強、これを行っていきましょう。では早速続きをプレイしていきます。まあ、時間的にはだいぶ余裕があるといえば余裕があるので、それまでの間に対中国戦を睨んだ戦闘配置をしっかり行っていきたいなというところになります。特に生産ですね、生産、これがね足りてないところには徹底的に入れていかなければいけないんですが、今だと2つの工場、いや3つの工場が修復待ちの状態ですね。じゃあ建設の方を見ておくと、まあ、確かに修復待ちがあり、あとは下の方ずらっと立てているのは、これラオスだったりベトナムだったりっていった国境付近、中国との国境付近に大規模な陸軍の要塞、これを立てているので、これがずらーっと下の方にね、ぶら下がってきている感じになります。なのでまあここは対中国戦を睨んだその先にというところになるので、優先順位はだいぶ下がってくるのかなというふうには思ってます。で部隊の方はもちろん中国との国境ですね、ベトナム、ラオス、この辺りにしっかりと部隊を派遣しておくのと同時に、本土にも部隊を戻しておいて、北朝鮮に対しては強襲上陸を仕掛けて一気に戦いを決めるというのを目論んでいきましょう。であとは戦闘機ですね、これがもうボロボロなんで戦闘機の配備も忘れずにやっていきたいかなというふうに思ってます。まあ、そのためにはやっぱりちょっと軍事工場をもうちょっと作っておきたいかなという本音はありますね。まあ、フィリピンなんかはまだまだ開発の余地があるのかなというところと、あとは日本本土もまだ余裕があるところはあるので、そういったところは立てていっちゃいましょう。あとはどうする？
北朝鮮、中国、これらの侵攻に備えて日本海側には要塞も立てておきますか？沿岸要塞。できそうなところを中心に。日本海側を一大要塞化にしましょう。もうちょっと北陸ぐらいまでは入れておく。もう本当にこんだけ必要かというのと、海戦までにこれらが間に合うのかとか、まあいろいろありますが、一旦これでいきましょう。まあ、対中国戦がすんなりいくとは少し考えづらいので、まあ、しっかりとここはね、劣勢になった場合にも継戦能力が継続できるように取り計らっていきたいと思います。マレーシアから一旦全軍撤退でいいかなと思いますので、戻しましょうか。まあ、急ぐ必要はないとはいえ、2028年はいずれ来ますからね。生産のラインもしっかり準備よし。見ておく必要があるといえばあるので、まあ戦争がない今のうちにどれだけ備蓄を貯められるかというのも一つのポイントにはなってくるかなと思います。お、強襲揚陸艦が5まで進みましたが、そしたら揚陸艦は5のものの建設に早速取り掛かりましょう。建造かな。で、揚陸艦は次どこまで進められるかというと、ちょっとね画面見づらくなっちゃってますが、揚陸艦も最終段階まで来ましたね。じゃあちょっと後で置いておきましょう。違うものを研究していきます。で、議会の危機が来てますので、これどれにするか確認していきましょう。税制上の小さな抜け穴が国家予算に大きな影響を与えるという報道は、議会における最大の危機へと変貌。今や与野党各方面だけでなく、国の内外からも国家の威信と我が国への受け継がれてきた民主主義に対する厳しい非難と侮辱が集中しているということですね。まあ、ここは最高裁の判断に委ねますか。政治力が45下がりますが、政治力は結構ありますからね。で、先に揚陸艦、これを新しい世代のものへとリプレイスしていきます。で、研究だな。研究もう母艦も新しいものを建造していきますか。1527日かかりますけどね。1527日かける価値があるかっていうところだな。そうなると無人機とかをガリガリ作っていくっていうのも手ですよね。あとは潜水艦か。潜水艦も全然世代進めてないな。潜水艦をちょっとじゃあ建造していきますか。新しいものを目標としては
れよ。で、核の方が5、今5個持っているという状態なんで、核の方もちょっと、もうちょっと生産力上げたいな。せめて100発ぐらいは対中国戦を睨んだ時には欲しいかな。さて、そしたら50手段が揃いましたね。そのうちじゃあいくつかの手段を動かしていきましょう。国境まで動かします。飛行機の生産量を少し上げていきたいので、そのあたりも確認していきましょうか。無人機をちょっと増やしていく必要があるかな。マルチロール機はそれなりに数はまだ残ってますね。困るのが艦載機、これがちょっと全然数が足りないんですよね。生産のラインの方をもう一度確認しておきましょう。第4世代の攻撃機を改造したマーク2、これが今最新鋭のマルチロール機になってますね。空軍の経験値はあるので、これさらに改造しますか。マーク3まで。425貯めなきゃいけないけど、425戦争がない今の状態ではたまりようがないので、エンジンをプラス3、信頼性をプラス1して、これをマーク3として新たに生産のラインに乗せましょう。で、その後は本国を中心に戦闘機の配備、マルチロール機をどかどかと配備していきます。
そうすると、あとはトンキン、ラオス、この辺りに大規模な空軍基地あるので、ここに戦闘機を大量配備して、中国軍を牽制していきましょうか。で、空軍の方はという、海軍の方はというと、第1艦隊と第2艦隊、これを合わせちゃいましょうか。もうすでに第1艦隊、第2艦隊っていう、この日本第1艦隊、日本第2艦隊っていうのは、それぞれ自動で作られてる艦隊、建造が終わった艦隊ですね。これに他ならないので、これをガッチャンコしちゃいましょう。これで日本第一艦隊は相当増強された艦隊に育ったんじゃないかな。これをじゃあ艦隊の8として登録しましょうか。まあ、艦隊の再編っていう意味では、このあとね、今1から8まである艦隊、これをさらに統廃合していくっていうのは、まあ、ありっちゃありかなとは思うんですけどね。さあ、だいぶ備蓄の方に回せるだけの余裕が見えてきそうな気配がありますね。トラックだけ数が全然足りないな。今一番下ですね、軍用トラック補充が2万5000台待ちの状態が入っていて、もう少しどうだろう、軍用トラックの方に回してあげた方がいいかもしれないな。飛行機は絶対に減らせないので、まあ、飛行機はこのままにするとしてですね、他あるかな。歩兵の戦闘車から軍用トラックの方に回していきましょう。軍用トラックの補充が全然追いついていないという現状があるので、これをご覧のように変えていきます。で、一番喉から手が出るほど欲しい攻撃機、これもそれなりに割いていますというところと、戦略爆撃機もそれなりに割いていますと
というかまあそんなに数が必要ないというところもありますしね、戦略爆撃機に関しては。であとはパルチロール機ですね、いわゆる戦闘機、これも工場は割いているので一旦これで様子見をしていきましょう。で、平壌、まあ、つまり北朝鮮に対して強襲上陸をこの後かけていくというところがあるので、またすり減るかなというところですね。で、北朝鮮と戦争を始めたら中国軍が黙っていないと思うので、真の目的は北朝鮮ではなく中国軍だというところですね。で、逆に強襲上陸をかけられるということがないように、絶対にないように海岸の防衛はしっかりと最強海軍で守りましょうというところですね。まあ、制海権はしっかり確保しているので、今の海軍の戦力があるうちはしっかりと海岸を守れるかなと思いますので、劣勢になった時に強襲上陸をかけられても跳ね返すだけの力が保てるように、海岸の沿岸の要塞をね、さっきずらずらずらーと立てていったと思いますんで、まあ、まさに日本列島改造計画ですよね。核兵ではないですが。あとは装備が充実してくれば、長きにわたる戦争を戦い抜いてきた陸軍の経験値が生きてくるかなというところですね。で、まあ、目標としては対北朝鮮に対して核を使うのか、それとも対中国に対して核を使うのかっていうのを、戦争が始まる前までにある程度決めておきたいなとは思っています。2028年1月の開戦ということで、あと、まあ、1年と11ヶ月で、この時までに作れる核の数って、まあ、せいぜい20発ということになると思うので、この20発を北朝鮮に振らせるのか、それとも広大な領土を持つ中国に対してピンポイントで使っていくのか、これはちょっと考えておきたいなというふうに思ってます。ただこれ見ると中国軍の数やばくないかっていう数展開してるよな。これ見ただけでもなんか勝てる気がしないですよね。となると対中国戦に対してはラオス、ベトナム、この国境に建てた陸上要塞で中国軍を撃退、その戦力を削った上で逆に進攻をかけるっていうのが、まあ、まともな考えかな。まあ、中国はねこれまで戦争をしてきていないので、ご覧の通り装備が行き届いていると。で、一方日本の方はというと装備がボロボロなんですよね。まあ、熟練度は高いと思うんですが、まあ、これではちょっと戦いにならないので、2年間の間にしっかりと装備を生産しちゃいましょう。はい、ではね、ちょっと時間もいい時間になりましたので、今回はじゃあ一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の
収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。